足立音研ギターの東大インストラクターの長谷川です。持っているいろいろなアンプでスティービー・レイ・ボーンのようなセッティングをしてみたら一体どういうサウンドになるのか試してみるという動画です。今回使ったアンプがですね、フェンダーのブルース・デラックスのリーシューですねを使っております。セッティングですが、ボリュームが 3.5、トレブルが 8.5、ミドルがフル、ベースが 9.5、ボリューム、マスターボリュームですね。マスターボリュームがフルになっております。もう一つ、あとプレゼンスが 6.5 という12時の方向にしております。ギターとアンプの間にはまた TS9、アイバニーズの TS9 を挟んでおります。こちらは全部すべて12時の方向でセッティングしております。では早速サウンドを聞いてみましょう。今回使用している機材は受講生特典として全て無料で貸し出しも行っておりますので、ぜひぜひお試しください。